はい、5月1日になりました。ちょっと今日は変則的なんですけども、1時間足からちょっと見させてくださいね。1時間足なんですけども、まずはここですかね。下に線を引いて、ずっと下がり目だったわけですよね。こうやって下がり目だったんですけど、昨日お話したように、これが N を書かずにね、ダブルボトムを書くようだったら、これ上昇するんじゃないかなっていうふうに申し上げたのが、そっちの方に行ったかなってことですよね。夜中だったんで、私はちょっとこの図を見てなかったんですけども、昨日はね、8時ぐらいにはもう 床についてたんで、この動き見てなかったんですけども、考えられるなっていうところですよね。で、ずっと、こうやってね、高値切り下げで、安値も切り下げで取れていたところもあったんですけども、ここに来て、ダブルボトムを書いて上昇していったよってことですね。ダブルボトムはご存知ですよね。それでね、もう一個言いたいことがあるんですよ。それは、ここですね。ちょっと大きめの力点がここに、こういうふうにあるわけなんですけども、こうですね。で、ヒゲを出してぐっと戻ってきたわけですよね、ここで。その辺をね、ちょっと4時間で見てみようかと思うんですよ。バーッと上がってきて、なぜね、ここで大きな陰線を出して下に下がったのかってことは、ここが大きく下がるきっかけになったところだからですよ。力点になってるわけですよね、こういうふうに。ここも力点になってるわけですね。ですんで、ここで、もしね、エントリーしていたら、利確するところは、予測できたかな、予見できたかなってとこです。ちょっと4時間の方を見ていきましょう。変則的なんですけどね、こうやって少ない時間足から見るのは。ではですね、これはね、ちょっと私の考えと違うところもあるんですけど、ここ、ちょっと変な形になっちゃった。ここね、ここでドーンと上がってきて、で、いろいろあって、レンジとか言ってたのがね、こっからゴーンと下がってきたわけですよ。で、ダブルボトムを描いて、ここから、上昇に転ずるということなんですけども、ヒゲを出して引っ込んできたのは、おそらくここなんでしょうね。レンジの時の下のゾーンが、勢いが強くて、食い込んだんだけども、叩き戻されたということで、利確がどん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 入ったわけなんですよ。利確がこの辺にたくさんあったということは、ダブルボトムでエントリーした人が、やっぱ結構ね、多かったので、ここで、皆さんね、儲けたんじゃないかなと思います。多分日本人の方は寝てる人が多いと思いますんで、私みたいにね。ニューヨークタイムズでしょ。アメリカの方が儲けたんでしょ、これは。いいな。で、時間軸を逆転して、日足の方を見てみます。日足の方を見ると、ここにゾーンがありますけども、ゾーンのあたりでね、きっかりとヒゲを出して戻っていけるのが分かります。ただこれからまだね、あら、もうなんかね、扱いにくいですね。すいません。 これですね。こっから、またね、下の方に下がるんではないかなというふうに思ってますけども、それはちょっと月足の方を見ていきましょう。今日は月が変わりましたんでね、こういうふうな形です。やっぱりね、全体的に下の方に下がってるんですよね、この月足でも。そういうところが見えるかなっていうところと、ウィークリーはどうでしょうかね。陰線が続いてますよね。で、大きなヒゲが出てるんで、上昇に転ずるかなとも思うんですけども、今、一番右側の下髭が長い陰線っていうのは、まだ未確定なんですよね。週足の中でも未確定。一個前のが、上に髭を出した、コマみたいな形になってますね。ですから、下に下がる余地もあるということで、これはどっちに行くか、非常に分かりにくいところではあるんですよ。ただその前とその前の、こうやって髭の形見てると、まだ下に行く勢力の方が強いんじゃなかろうかというふうに考えられます。デイリーね。デイリーは下の方に向かってますね。で、4時間足なんですけども、これも、利確が入って上昇ポイントは今ね、そがれてますんで、こっからね、下の方に下がるんじゃないかなと思いますよ。やっぱり勢力は下の方ですね、これね。で、1時間に限っては、上昇しないでもないですけども、いまいち何とも言えないところですね。ダブルボトムの後なんで、上昇する勢いの方が強いんじゃないかなと思いますけども、利確でだいぶね、もう整理されてますんで、ちょっといまいちわかんないですね。15分。
15分はこれはどうでしょうか。陰線が随分並んでますね。で特に見える形他にないと、ダブルボトムがやっぱ大きかったな。だから有名だから徹夜してでもね起きとかないといけなかったような気がしますよ。はい、ということで、今日はね、まあ利確が整理されたところなんで、まあ幾分、買いと売りが落ち着いてきたところになるかなと思います。まあ、ぐーんとね昨夜寝てる間にかなり儲けた方がいらっしゃるんではないかなというふうに思いますけども、まあこのチャンスはねちょっと私のスタイルでは追えないですね。もう夜中は寝るようにしてますんで、まあ、ただ振り返ってみるとダブルボトムが出るというふうに感じてたのがね昨日お話していたのが、まあその通りになったかなというところですね。まあそれが分かっただけでもよかったかなと思います。まあしばらく様子見ましょうかね。はい、それでは今日5月1日ですけども、またね、土日、祝日明けて来週からまたやっていきましょう。今日はもうここで終わりです。今週もありがとうございました。十分今週は儲けるポイントをね、お話できたんでよかったかなと思います。今週のね、相場解説は、ちょっとブックマークしておいて、たまに見るといいと思いますよ。よく出るやつなんで。まあ、よろしくお願いします。